富士フィルム製、スーパー 16mm16mm 16、mm、フィルムを用いたジュークボックス、スコーピトオン 16mm フィルムは、フィルムの規格、16mm とも呼ばれる。主に動画撮影用として使われる。35mm カメラよりもカメラも、映写機も小型化できるため、テレビニュースのロケ撮影、テレビドラマ、低予算の劇場用映画で使われる。 かろうじて個人での機材所有も可能であり、8ト、mm、ルフィルムに飽き足らない、ハイアマチュアが1 6ト、mm、ルにステップアップする例も見られた。また、映画館や劇場、公共ホールなどにも1 6ト、mm、ルの映写機を備え付けている施設は多く、それらの施設で行われる、小規模な上映会に供するため、3 5ト、mm、ルの 劇場映画を 16mm フィルムにプリントしたものも多く制作され映画センターなどを通じて貸し出しや上映が行われていた近年はビデオカメラやビデオプロジェクターの高画質化低価格化やデジタル化とそれに伴う SD カードの普及のため使用される機械は減少傾向にあるかつてはスチルカメラにも用いられており主に小型カメラへ採用された 第二次大戦後には 16mm フィルムを使った豆カメラのブームもあった。35mm カメラの低価格化と小型化などの影響により次第に市場が縮小し、残っていたミノルタなどの製品も1972年に登場した110フィルム仕様のカメラと入れ替わるように姿を消した。スーパー 16mm と通常の16。 ミリメートルとの違い強プロフェッショナル用カメラ産業はアノルドリヒターのアリフレックス 16SR3 やアリフレックス416アトーンのアトーンエクスチュプロッドといった16ミリカメラを使用する傾向がある。近年アトーンは小型もしくは多機能カメラ向けのカムコーダーサイズの A ミニマを売り出した。フォトソニックは毎秒1万フレームのスピードを出せる。 16mm フィルムを使った超高速カメラを製造しているパナビジョンはカムバックのできるザイレーヌという珍しいシリーズを売り出している。ボレックスエッジ16カメラアマチュア、学生、趣味のためのカメラはアーノルドリヒターもしくはアトーンの古い型やオーリコン、ボーリユー、ベルハウエル、ボレックス、キャノン、シネマプロダクツ、エクレール、キーストン撮影機、 クラスのゴルスク、ミッチェル撮影機などといったメーカーの商品を使うことが経済的とされている。スーパー16サイズのフレームのついた 16mm フィルム 16mm スーパー 1616mm フィルムの映像記録部分を音声トラック部分にまで広げ、画角を広げている。その画角はほぼビスタサイズであり、そのままハイビジョン対応のテレシネにかけたり、 3 5トルフィルムにブローアップして劇場上映することができる。ウルトラ16ミノルタ 16QT 国内ではリコーヤシカミノルタ、コーアなどが製品を発売しており、海外ではローラやガミなどの1 6ト、mm、ルカメラが著名である。1 6ト、mm、ルのスチルカメラは各社とも画面サイズがまちまちでフィルムカートリッジにも互換性がない。このため、 フィルムは使用者が用意されたマガジンに自分で詰めるか、カメラ各社が販売している専用フィルムを購入する必要がある。なお、同じ 16mm 幅の110規格は登場直後、16mm と称されることがあった。ただし、現在一般に 16mm カメラと呼べば、110、カメラをその領域に含めないのが一般的である。 16ミリフィルムの豆知識デジタルライト公式サイト。ありがとうございます。